お待たせ。はい、どうぞ。今回は犬の美容について学んでみよう。使うのはスリッカーブラシとコームです。スリッカーブラシはここが鍵の形になっていて、関門器にアンダーですね、下毛、綿毛をすき取ったりとか毛玉を取ったりするのに非常に便利です。そしてコームですね。でコーム、このコームはグレーハンドというメーカーですけども、グレーハンドというのはもう作っていないそうです。でコームを選ぶポイントですね、こう裏までちゃんとピンが通っているものを選んでください。で通っていないときは、通っていないものはピンが運ぼ、こぼれる場合がありますね。抜けちゃいますね。1年も経たないうちに結構抜けたりするので、しっかりここまで通っているものですね、わかります？ここまでちゃんとピンが通っているもの、これ抜けにくいです。これも10年以上使ってますけども抜けないですね、丈夫です。こういったプロ用のものをね、使ってみてくださいね。素材はステンレスです。こちらもプロフェッショナルムサシメイドインジャパンって書いてますけれども、プロ用のものを使ってみてください。安いものだとここですね、このピンを埋め込んであるところがひび割れたり、このピンが抜けたりですね、すぐに曲がったりですね。あとはこのピンブラシはハードソフトと2種類あって、これソフトの方なんですけれども、安いものはこのハードソフトがちょっと曖昧になります、この硬さですね。できてれば、このスリッカーブラシもプロ用のものを、買ってみてください。さあ、それではこれから、美容を始めましょう。では始めます。スリッカーブラシの持ち方はですね、大体こうかこうですね。これはダメです。なぜならこう押さえつけるからですね、力が入ってしまって皮膚を傷つけるから、これはダメですね。こうですね、こうやると収まらないですね、押さえつけることはできないです。これも押さえられないですね。皮膚を痛めないように、このように持ちますね。で全体ですね、ここ全体を使ってこのようにマッサージするような感じですね。マッサージするような感じでスリッカーブラシですね、はい、押さえつけてね、一度にこう、例えば毛玉がある場合ですね、一度にこうトロトロしないで、こう何度かこういう風にやりながら、いつの間にか取れるような感じですね。このようにかけていきます。この子はね、うちの子で、うちの中で一番大きな子ですね。タイニープードルっていうサイズになります。トイプードルよりは一回り小さいですね。体高が、一般的なトイプードルは28センチ未満ですね。28センチから35センチまでが、そうですね、28センチから35センチまでがミニチュアプードルなんですけども、28センチ未満がトイプードルっていう範囲になります。その28センチ未満の中でも、このが25センチぐらいですね。25センチぐらいで、タイニーサイズになります。で他の子たちはだいたい20センチぐらいです。ティーカップサイズです。この子は子供を3回産んでいます。で避妊する前までは理想的な体重ですね。ここに毛玉ありますね。毛玉見つけました。しばらくねブラッシングできてませんでしたからね。毛玉があったらこういう風にやってると毛玉が取れます。ほら取れましたね。ほらこのように毛玉が取れます。はい、上手ね、上手上手。できたら愛犬をブラッシングするときにこうなんか話しかけながらね、はい、よいかね、上手。黙ってやってるとね、不安がる子もいるんですよね。不安になる子、嫌がる子もいるので、いやいやって言って暴れたり、うーって牙を向いたりする子もいますね。で話しながらやってると安心して、こうこのようにおとなしくしてくれます。で全体をですね、ブラッシングしていきます。で長くね、こうですね、毛玉あったの一つだけですね、耳のところに入るかな。よし、はい、上手上手上手、はい、よいか。
優しくね、仲良く上手。さあこの子はね、あのもう否認したんですけど、否認する前まではね 2.5 キロぐらいでしたね。他の子たちは2キロちょっと切るぐらいです。冬はね、たくさん食べて脂肪を蓄えるんですけども、それでも2キロぐらいですかね。この子は、否認をしてからね3キロになりましたね。3キロに乗ってます。とても大きいです。犬のサイズはですね、体重ではなくて体高です。体高っていうのはここです。ここ、ここ肩があるんですね。肩があって、ちょっと下この辺ですね、肩と肩の間、ここに飛行部っていうのがあるんですけどね、ここって膨れたところで、ここを地面からこの飛行部ですね、ここが体高になります。この子でだいたい25センチぐらいです。25センチぐらいだとね、あのトイプードルからあのタイニーサイズになりますね。ちょっと小さめのタイニーサイズ、このようにやっていきます。上手ね。アリカーさん、はい、みんなアリカーね、あなたいいね。はい、ルナちゃん、そしてブラッシングが一通りできたら、今度はコーム、コームでコーミングですね、こうやって溶かしてみてください。もし引っかかるところがあったら、まだブラッシングできていないことになりますので、こうやって抵抗なくできるようになれば、ちょっと引っかかったかな、あ、大丈夫ですね。抵抗なくコーミングできるようになれば、櫛がスーッと通れば OK です。ありがとう。そしてですね、ここスリッカーブラシについたこう毛玉とかですね、抜け毛ですね、このように取ります。はい、簡単でしょ。誤ってね、こうやって思いっきりグッと自分の指を刺さないようにね、注意してくださいね。尖ってますからね、怪我しますからね。またこっちからですね、手前から奥の方にやって取ってください。よいしょ。こう道具の手入れもね、きちっとやっておかないと、次使う時にね、あのすぐに使えませんからね。はい、では最後までありがとうございました。綿棒で結構です。はい。ごめんね。どうぞ、ごめんね。ここですね。奥から手前、奥から手前。書き出すような感じですね。奥から手前に書き出すような感じに、綿棒を使っていきます。あまりグッと奥まで入れないでくださいね。奥から手前です。で、こんな感じですね。はい、上手。お利口さん、すごく綺麗ですね。全く汚れてないです。で、耳毛抜くときですね、鉗子を使います。これ鉗子って言います。鉗子、鉗子をこうですね、こうやって抜いていきます。スーッて軽く引っ張ります。あんまりギュッてやらないですね。軽く引っ張って、そう、あの自然と抜けるような感じですね。まあ、ギュッてやらないです。ギュッてやるとね、痛いですからね。はい、上手。ちょちょっとこうやって抜いておきます。あ、お利口さん、こっちも抜いておこうかな。上手ね。ここ耳毛ですね。シューッてシューッて。この子はね、耳きれいでしたからね、耳毛があるのでね、ちょっと抜けるところはね、抜いておきましょう。こんな感じですね。はい、お利口さん、さあ上手ね。偉かったね。はい、上手。この子はローズです。私ローズです。それではまとめです。愛犬の美容、初回はブラッシングです。使うものはスリッカーブラシとコームです。
スリッカーブラシにはソフトとハードがあります。フランスのプードルなどはソフトを選んであげてください。またイギリスのテリア系などはハードがいいかもしれません。で、次持ち方ですね。皮膚に力が加わらないようにこのように持つよりはこうですね。こうやると皮膚を抑えることないですね。またはこうですね。他に持ってあげてください。で、優しくこうマッサージするような感じですね。そんな感じでいいと思います。で、これだけたくさんピンがありますからね、毛玉があったら毛玉が取れます。自然と取れてき、取れますからね。これで何回も優しく撫でてあげてくださいね。で、ブラッシングの時の項目っていうのは、大きく2つですね。1つはちゃんと、ブラッシングできているかどうかっていうのですね、この櫛を最後に櫛が通るかどうかですね、それでチェック。そして最後にこうやってね、取れた紐をこうやってすくい取る、これぐらいですね。で、あとは、道具選びですね、ちゃんと、ソフトとハードがあって、自分の好みの、硬さのものを選んでくださいね。あまり安いものだとこの、ピンのついているこの、なんて言うんでしょうね、土台ですかね、これがひび割れてこのピンもね、ポロポロと取れるようになるので、できるだけプロ仕様のものを使ってください。値段もねそんな変わらないですね。そんな高いものではないです。で、コームの方はちゃんとこのピンが後ろまで通ってるやつですね。でないと結構抜けますからね。安いものって結構抜けちゃいます。すぐダメになっちゃいますので、できたら1本プロ用の良いものを買ってみてください。これもそんなに高くないですね。両方とも1000円台ですね、プロ用でも。では最後までありがとうございました。もしよろしければ伊吹と藤子こちらにおります。登録用のボタンになってます。お願いいたします。